アントウェルペン中央駅ベルギー国鉄の路線も、ベルギー国鉄は、ベルギーの国有鉄道運行会社である。NMBS、SNCB は1926年に設立された国有企業であるが、1992年に全株政府保有の会社組織に移行後、2005年1月に上下分離が行われ、SNCB 持ち株会社のもと、インフラ管理、運営、 建設、メンテナンスを行うインフラベルト、旅客と貨物輸送を行うベルギー国鉄に再編成された。持ち株会社はインフラベルト、ベルギー国鉄両方の株を所有資料者を統括している。これら上下分離は欧州連合の政策でベルギーに限らず EU 加盟国の鉄道で広く行われている。将来の鉄道輸送や貨物輸送の自由化を狙ったものでもある。 列車系統2008年12月14日改正でベルギー国内を通過する夜行列車はすべて廃止された。1998年に行われたダイヤ改正によりヨーロッパ各国の中でも最もバランスの取れた接続駅での連絡や種別間の接続を考慮したパターン化された時刻に改定された。国内も国際間の列車もこの規格に合わせてダイヤが組まれている。 貨物列車も、隣国、フランス国鉄と共同で高速貨物列車を新設し、ルクセンブルクやフランスのリヨン経由で、スペインやイタリア方面へ、貨物列車のネットワークの強化を図っている。2004年には、貨物列車の新システムをスタートさせている。高速鉄道路線の整備も、積極的に行われ、HSL 各路線が順次開業している。ブルッセル首都圏地域では、 ラーモーの整備計画もある。ありがとうございます。